桐生一馬、これから処刑を執行する。じれったかったろうな。殺すならさっさと殺せってよ。立たせろ。花尾んとこに連れて行け。あれから何にしたった？お前が鶴野を逃がしてからってことなら3日だ。奴が助けに来てくれるとでも思ったが、残念だったな。沖縄の子供たちは。お前がそれ知ってどうなる？と言いたいとこだが、武士の情けだ。何も手を出してない。あの子たちは相変わらずお前がとっくに死んだもんと思って過ごしてる。今日本当にお前が死んだとこでそれは変わんねえだろ。恩に着る。ふん。桐生さん、処刑の執行人はあんたか。なら最悪よりは少しマシだ。花輪はずっと優秀な管理者として大道寺に貢献してきた。だが今回は散々だったよ。目も当てられん事態だ。担当したエージェントを制御しきれず、組織を危険にさらした。自分の蒔いた種は自分で刈り取ってもらう。ひざまずけ桐生。最後は潔くな。いつでもいいぞ花は。今度はお前が忠誠心を示す番だ。桐生は命の恩人だろうが、組織の指示に二度逆らってる。この処刑に依存はないな。信じられません。堂島の竜が何度も修羅場を生き抜いたあの桐生一馬が今私なんかに命を握られている。ああ。担当したエージェントを始末する、辛い仕事だよな。だから俺たちも同僚として協力は惜しまん。これで罪悪感が減るだろう。お前はやるしかなかったんだ。余計なこと考えるな。軽く引き金を引けば済む。それ以外の動きをすればお前も処分の対象だ。いいんだ花は。俺はもう3年前に死んでいた。あんたを恨んだりはしねえ。そうやってあなたはいつも真っ先に自分から犠牲にして、そんなことでどうやって今日まで生き残れたんです？花は、もともと今私が生きてるのはこの人に救ってもらったからだ。それも今回だけじゃない。私は彼に二度助けられている。いいんだな？よせ。何やってる花は。銃を拾え。覚悟があるわけじゃありません。それでも
やっぱりできないんです。私にあなたを殺すことはね。了解した。おい、見上げたもんだよ、花は。合格だ、二人とも。主任。わざわざご足労いただきまして。すまなかったな、桐生さん。それに花輪君、君らは今や肩書きや立場の枠を超える関係を築いてみせてくれた。それこそが大道寺を支える者たちの到達点だ。どういうことだ。友人でも他人でもなく、それでいて最もお互いを知る管理者とエージェント。桐生さん、あんたにとって花輪君はもうただの管理者じゃないだろう。逆にもしそうなっていなければ、桐生さんの命運もここまでのはずだった。花輪君の銃にはちゃんと弾を入れといたからな。なら、そいつが本当か確かめる。花輪、あのじいさんに向けて撃ってみろよ。今はやめてください、そういう冗談。まだ体が震えてます。大道寺にしては随分甘い裁定だ。ただこれにはちょっとした訳がある。まあ、鶴野さん。お前、近江連合本家の持つ不動産に渡瀬組が管轄するフロント企業の経営権、締めて500億の資産や、前もって親父から託されたもんです。それと引き換えに大道寺から桐生さんを生かすチャンスをもらいました。あんたを俺らの仲間に引き入れるため。500億ぶら下げりゃどんな堅物だってまだが緩む。大道寺のお偉方もその点なかなか柔軟だしな。桐生さんにチャンスをやるとして、あとは花輪君の決断に丸投げしたというわけだ。すると賭けは我々の勝ちと出た。あんたはしばらく渡瀬組に手を貸してやってくれ。彼らに限定して桐生一馬の生存を一時的に開示する。何でもでかい仕事になるらしい。それでいいかな。一派は500億手にして、仕事は全部俺にさせるわけか。不服なら全部ご破産にしたって構わんよ。その時は500億を返上するし、あんたにはやっぱり死んでもらうことになる。鶴野さんにもな。選択の余地がないことは分かってる。だが俺からも一つ条件を出させてくれ。桐生さん。もちろん聞くよ。言ってみろ。沖縄の子供たちへの監視を今すぐやめてくれ。あいつらの命が電話一本で奪われる。そんな状況を許すくらいなら俺は死んだ方がマシだ。俺が死ねばあんたらだって人員割いて朝顔を見張る必要はなくなる。そうだな。仮にうちが子供の監視をやめたと言ったとする。しかしあんたにそれが事実か確かめる方法はないだろう。そのことは承知してるか。約束を守ることにかけてはあんたらを信用している。
でなきゃ俺たちはとっくに決別していた。分かった。そんな風に言われると弱いな。あんたの条件を飲むよ。この私が保証人だ。交渉成立っちゅうことでええんやな。ああ、そういうことだ。まったく、命が助かっただけで御の字なのに、あなたから条件を出すなんて。500億出してまで必要とされるとは。あなたがすごいのか、渡瀬がバカなのか。おいゴラ、後のやつ取り消せや。あんたよく一言余計とか言われへんか。別に言われませんが。バカ言え、みんな気使って言わねえだけだよ。まさかそんなわけ。あ、キリュウさん、仕事言うても今すぐどうこう言う気はありません。まずはしっかり回復してもらわな。後日電話させてもらいます。赤目にも知らせときますんで。キリュウさんもあいつんとこやったら少しは落ち着くやろ。ああ、そうだな。住職、もしかして私を迎えに来てくれたのか。ええ、無理を聞いてくださり感謝します、主任。あんたから直々に命乞いされちゃうな。桐生さんのことも花輪君のことも無下にはできん。それでも渡瀬組の500億がなきゃ危なかった。あれでやっとお偉方と交渉の余地ができた。すると桐生さんは天に愛されているようですね。今のセリフ、本物の坊さんみたいだ。長い言葉あげてると板につくもんだな。それはどうも恐れ多いことです。お、上流、しばらくどないしてたん。ようわからんけど、鶴野さんからゆっくり休ませろ言うて。ん？なんや、傷だらけやないの。はあ、少し疲れてんな。そしたらシャワーあるで。ついでに体も洗ったろか。その場合は追加料金やけどな。そっちは間に合ってるが、シャワーは助かる。せやろ。ついでに腹も減ってんだ。そしたらあれか。ご飯にする、お風呂にする、それともあたし。シャワーの後飯食って寝る。あとは構わないでくれ。ノリ悪いやんか、上流。ついさっきまで生きるか死ぬかだったんだ。たく、大げさやな。大げさで悪かったな。鶴野です。恐れ入りますが、キリオさん、これからキャッスルへおいで願います。キャッスル？わざわざあそこでないとできねえ話か。ええ、大道寺の目を気にせんで済みます。もう連中の了解は取ったはずだ。それでも向こうさんにこっちの動きを知らせる義理はありません。親父の仕事は大道寺と別もんや。俺はもうキャッスルに来てます。大阪城を正面に見て左手のプールでお待ちしてますんで、よろしいですか。そうか、わかった。ほな。ほい、到着や。おまっとさん、上流もキャッスルが気に入ったみたいやん。ほな、鶴野さんによろしくな。うちはヘリポートで待ってるさかい。